ボーイズグループ群雄拡挙で NHK 紅白どうなる旧ジャニーズ勢には狭き門になりそうな選出基準。年末の NHK 紅白歌合戦でボーイズグループの選出が話題になっている。昨年のジャニーズ出勤と K-POP 頼みから NHK がどう舵を切るのか。最近では平野翔らが所属のナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイ。 の当角説が浮上しているが、写真11人組ボーイズグループ上腕が勢揃い。ナンバーアンダーライン愛は新曲の INZM 稲妻が現在再生回数4000万回超えの実力に加え、旧ジャニーズ、キンプリ時代の知名度と非ジャニーズのクリーンさも剣ねびえた有力候補なのは各家だ。しかしながら、K-POP からはセブンティーン。 セブンティーン、ストレイキッズ、ストレイキッツに続くグループに、トゥモロー X トゥギャザー、トゥモロー、バイ、トゥギャザーや、今年9月に日本デビューし、日本人メンバーを含むリーズ、ライズが。また K-POP オーディションから生まれた日本版 K-POP からは、昨年出場したジョワ1 JO1 に加えて後輩の INI、INI に期待が高まっている。スカイハイ。 37率いる BMSG の B、ファースト、B ファースト、はすでに2回出場。弟分のマザエルも徐々に知名度を上げ、昨年出場しなかった LDH にもザランパジ、ファンタスティクスといった紅白未経験の若手が控えており、ボーイズグループは群雄割拠。ジャニーズが独占していたボーイズ枠は、1年のブランクの間に勢力図が変わりつつある。 芸能リポーターの川内天使氏がこう言う。昨年、ジャニーズ税ゼロで低視聴率だった NHK としては、まず視聴率で昨年を上回ることが課題。そこで話題性と初出場をキーワードに選出するのではと思います。特に配信系で人気のアーティストは必須で、よるしか、思いのたけ、思いのたけのほか、ブリングバングバングボーンでこもにも人気のクリーピーナッツ、 クリーピーナッツ、現役中学生のアーティスト中期、月、菅田正樹の弟でもある、こっちのケント、など話題性という理由がつくアーティストを揃えるという手もあり得る。ボーイズグループでは、ナンバーアンダーライン愛は文句なし等覚。昨年の貢献度から K-POP グループはマストになるでしょうし、話題性枠が増えると、旧ジャニーズにとっては、ますます狭き門になるでしょう。旧ジャニーズ、 ゲンスターとエンターテイメントは性被害の保障も進み、見そぎは済んだという見方もある。昨年は性配信などでむしろ収益が上がり、紅白に出場できないことがダメージとも言えませんでした。とはいえ、人気の目覚ましいスノーマン柳は男子にオファーがかかれば断る理由はないでしょう。前出の川内氏。まさに群雄割拠のボーイズグループ。 来年は一気に淘汰も進みそうだが、旧ジャニーズのテレビ復帰が相次いでいる。関連記事、もっと読む残る NHK のみ、旧ジャニーズタレント起用再開はいつ紅白出場か否かを業界が中止では、最後に残った NHK がどのような判断を下すかについての分析を行っている。渡部県とは違う、吉本首ジャンポケ斎藤真二は、 戻ってこれないテレビマンが口を揃える、二つの明確理由。10月7日、お笑いトリオ、ジャングルポケットの斎藤慎治41が警視庁に不同意成功と不同意売説の疑いで書類送検され、同日午後、所属していた吉本工業から契約解除された。今回の斎藤のように、これまで不祥事を起こしたもな何とか返り咲いた芸人は少なくない。 しかし、斉藤さんの復帰は極めて厳しいと思う不可能でしょう。と多くのテレビマンが口を揃えているという。斉藤の容疑は今年7月、東京都新宿区内に泊まっていたロケバス内でタレントの女性に性的暴行を加えた疑い。当時、車内には斉藤と被害女性の二人しかおらず。 女性からの相談を受けた警視庁が本人から事情を聞くなどして捜査を進めていた。調べに対して斉藤は、軽率な行為で相手や家族に迷惑をかけたことを反省している、などと供述。一方の被害者の女性は、許すことは絶対にできません、と話しているという。10月8日には、ジャンポケの相方のお、田博久、40とおたけ、41。 が声明を発表。大田は17年間皆様に笑いを届けるため3人で頑張ってきましたが、このような形で応援してくださる皆様を裏切ることになってしまったことが本当に悔しく、やりきれない思いでいっぱいです、とお竹はなんでこんなことになってしまったのか。強い苛立ちと悲しみが込み上げています、と斎藤への怒りや悔しさを滲ませた。第一報を受け同日、 斎藤の妻でタレントの瀬戸沙織36は一部事実と違う報道があったと指摘し一方的な行為ではなかったことを伝えている状況でした。と双方の同意があったともインスタグラムに綴り大きな話題になった。10月9日には被害女性が弁護士を通じて声明を発表。今年の7月に斎藤氏から性被害に遭いました。 そのことで心身ともに深く傷つきました。その傷は今も癒えていませんとし、ネット上での言われのない抽象や本人を特定するような動きがあると指摘。その上で、斉藤氏の家族から私に好意があったとまるで私に非があるかのような事実と異なるコメントが出されたことが、それに拍車をかけています、と綴った。芸能プロ関係者は話す。 斉藤さんと妻の瀬戸さんは不同意ではなくどうやったと主張しているようですが、新たに出た声明を読む限り被害女性が負った傷はあまりにも深い。それに行為がなされたのはロケバス内ですからね。いわば仕事中、職場でそんな不落ちな行為に及んだわけです。これに憤き通り、そして呆れを覚える芸人仲間やテレビマンも少なくありません。 斉藤さんと同じように不定行為をやらかしてしまった芸人といえば、アンジャッシュの渡部健さん50位が真っ先に思い浮かびますよね。彼も多目的トイレというあまりにも非常識な場所で不倫行為に及んでいた。ただ、復活できるかどうかというところにおいては、斉藤さんと渡部さんは違うと多くのテレビマンは考えているようです。不定行為自体は非常にまずいことで、 両者ともそれを行っていた場所も最低。被ることが多いですが、警察沙汰になっている。なっていないということ以外にも両者の間には大きな違いがあると。二人にはあまりにも大きな腕の差があると考えられていますね。2020年6月、渡部は複数の女性との多目的トイレ不倫が報じられ、芸能活動を自粛。 同年12月に謝罪会見を行い、2022年2月にコンビの看板組、白黒アンジャッシュ、千葉テレビでテレビに復帰を果たした。地上派番組出演へのハードルは未だに高いが、千鳥 MC のチャンスの時間、有田鉄平の引退テレビ、アベマ的ニュースショー、すべてアベマ、といった配信系の番組に立て続けに出演。チャンスの時間などは常連と化している。 千鳥メインのネットフリックスのオリジナルコンテンツ、トークサバイバー。トークが面白いと生き残りれるドラマ、有吉広い傷50、がメインのネットフリックスコメディーシリーズ、名アシスト有吉へでも活躍し、4月12日からは4年ぶりの単独 MC 番組、わたび t それ、俺のだからね。DMM テレビも配信されている。 不倫が報じられる前から渡辺さんのトークスキルや食レポは芸能界でもトップクラスでしたよね。ただ、人間性が大嫌いというテレビマンは多かったんです。多目的不倫が報じられた際、彼の天狗な一面も多数出ましたよね。ところが、不倫騒動から復帰して以降は本当に人が変わって、スタッフへの当たりも柔らかく紳士的なものになったんです。全同。 9月7日放送のラジオ番組サンドイッチマンザラジオショーサタデー日本放送でサンドイッチマンの伊達みきを50から若手時代の態度を指摘された渡辺はあの渡辺は殺しました俺がいなくなりましたこの世からあの生意気なと即答し笑いを誘っていた以前はいじられることを嫌った渡辺さんですが今ではすっかりいじられることを受け入れ 自ら自虐ネタを言うようにもなった。結果、配信番組や YouTube では無双状態。昨年立ち上がった YouTube チャンネル、アンジャッシュ渡部がいつか地上派のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組は業界内でも特に評価が高いですね。どう